たのにしてはドキドキする日々がシーズンが終わるまで続きます。今シーズンもっと頑張ろう海運。前回下着モデルになるためたった2ヶ月で見事バッキバキの腹筋に変身した徳井さん、今回はそれを上回る奇跡が。その全てを一気にご覧ください。高額バイトで比べてみました。まずは捕まるだけの高額バイト。今から遡ること2ヶ月前、騙されませんよそんな僕。いや前回は歩くだけであんな地獄が待ってたし、今回は楽にしましょう。さすがに今回のバイト先は東京渋谷のとあるオフィス。こんにちは。すると、え、下着、あら、え、またこの度10周年を記念して、はい、ランジェリーと水着のファッションショーっていうのを。もう一緒やん。えー、そうなん、下着のファッションショー言うてるやん。そのショーのモデルさんをアルバイトで募集してるんですけど、それがこちらのファッションショーとポールダンスを融合させたイベントのモデルさんです。実はこちらの下着ブランドラグジュールが定期的に行うのがポールダンスによる下着ファッションショー。そのポールダンサーこそが今回徳井さんの高額バイト。柔軟性もいるだろうしな、俺体カッチカチなんですよ。不安だらけの徳井さん、すると、えもうなんか不吉やもん。早速もう回ってるよ、カメラ回る前から回ってるよ。すごいすごいすごい。